刑務所で刑罰を受けている人がいます。なぜ彼らは刑務所で刑罰を受けているのでしょうか。彼らが罪を犯したから。それはその通りです。ただなぜ犯罪をしたら刑罰を受けなければいけないのでしょうか。私たちは小さい頃からニュースや新聞などで犯罪者が当然のように刑罰を受ける、そういう報道に触れてきました。刑事ドラマでも警察が犯人を捕まえて、刑罰を受ける、当たり前のことのように、考えられています。しかしよく考えてください。被害者の方が怒る、嘆く、損害賠償を請求する、慰謝料を請求する、それはよくわかります。当たり前のことです。ただなぜ被害者とは関係のない国が犯罪者を例えば刑務所に入れて罪を償わせなければいけないんでしょうか。おそらく3つの考え方がすぐに思い浮かぶと思います。1つ目は刑罰を予告しておいて犯罪から人を遠ざけるためだ。例えばこういう罪をしたらこういう刑罰にするよ、だから犯罪をしない方がいいんだと思わせるため。しかしそうであれば刑罰はいくらでも重い方がいいことになりませんか。例えば全ての罪に死刑を設定しておけばいい、しかしそれでは民主主義的なあるいは自由な国とは言えないような気がします。2つ目の考えは一度罪を犯した人二度と罪を犯させないためだという考え方が思い浮かぶでしょう。しかしそうであれば例えば万引き癖が収まらない人は何度も犯罪を繰り返すから一生刑務所の中、一人だけを恨んで一人だけを殺害した人はもう二度と犯罪をしないからすぐに釈放だというのでは極めてバランスが悪いと思いませんか。ではこのような考え方はどうでしょう。罪を犯したらそれに見合う報いを受けるのは当然だ、理由なんかいらないじゃないか、犯罪をしたんだから刑罰を受けて当たり前だというのではどうでしょう。刑罰はそのような感情で動くべきでしょうか。またこれが感情ではなく理屈がつくとしても、例えば人の右腕を切り落とした人は何年刑務所にいれば釣り合いますか。選挙違反をした人に選挙違反を仕返せというわけにはいきませんから、選挙違反を仕返した人が何年刑務所にいれば当然の報いを受けたことになるでしょう。分かりっこありません。この問題は当たり前のことのようで、我々がニュースや新聞で見て当たり前のように思っていることでも深く考えるとよく分からなくなるということを示しています。実際に私のやっている刑法学では確固たる答えはまだ出ていません。ただこのような分からないこと、常識のようであっても考えてみたら分からないというものを追求していくのが法学の魅力です。皆さんぜひ法学の海に飛び込んでください。